します製作所は22日、アルツハイマー病を判定するため、脳内のタンパク質の蓄積状況を血液検査で推定できる装置を発売したと発表した。少量の血液で検査でき、従来より患者の負担が小さい。当社の田中浩一エグゼクティブリサーチフェローが開発し、2002年のノーベル化学賞受賞につながった質量分析の技術が用いられた。1台1億円、税抜き。アルツハイマー病は、発症の20年ほど前から、タンパク質、アミロイド β、アベータが、脳内に蓄積することが、知られているが、これまでは、コストがかかる、病電子放射断層撮影、PET、や、患者の負担が大きい、脳、脊髄、液、CSF、検査で、調べるしかなかった。当社は18年、国立長寿医療研究センター、愛知県、との共同研究で、血液数的、約 0.5ml から、微量に漏れ出る、アベータ関連物質を検出し、脳内の蓄積状況を推定する方法を、英科学誌、ネイチャー、に発表。その後、実用化に向け開発を進めていた。医師は、この装置の検査データに、画像診断などを組み合わせて、総合的に判断する。2002年のノーベル賞受賞後、5年で、血液一滴から、数百種類の、病気の有無を、診断してもらえるようにしたい、と、語っていた田中氏。京都市中京区の同社で、同日、記者会見し、専門家なら言わないような、とんでもない未来を、言ってしまったと思う、と、恐縮しつつ、薬の開発など、課題を解決する、手法としても、使ってもらえるように、まだまだ、研究しなければならない、と、話した。詳しくははじめくんのブログへ。